この奥ね。この奥。これは？うん。ポエマーですかね。ポエマー爆弾ですかね。どういうつもりでこんなものを。それは本当に分かりかねる。なんでしょうね。感じるわ。今度こそ本物。お、これが本物。嘘みたい。これが普通の感覚なのね。ミランダか。来たか。待ちかねたぞ、ローズ。誰？あなた誰なの？我が名はミランダ。え？成長して力をつけたお前を、もはや私には封じることができなかった。だからこそ自分の意志で力を捨てるようにこの世界に呼び寄せる必要があったのだ。そんな、でもK は言ってた。そいつが？本当にそうか。私が見せた幻覚だ。よくできていただろう、そう思わぬか。そんな。さあ我が娘エヴァの器となるがいい。逃げろ。父ちゃん。パパ。おのれ、イースさん。行け。ここで実体化するとは。ローズ、逃がさぬぞ。絶対にな。ローズ。イースさんと共闘か。ローズ、急げ。逃がすものか。顔を見ることは多分絶妙にできないでしょうね。父ちゃん、待って、うん、できないね。本当に父さんなの？だが話は後だ。走れ。ありがとう。どうして正体を教えてくれなかったの？なんでマイケルって呼ばせたの？混乱させたくなかったんだ。お前を守りたかった。一人にしてすまなかった。出口を探していたんだ。心配ない、すぐそこだ。ローズ！娘から離れろ。あの家族に手を出すな。さあ早く。いや、インさん死んでも家族のために戦ってるんすね。ローズ、今のうちだ。普通に生きて友達を作れ。もう化け物なんて呼ばれない。でもローズ、行くんだ。
分かってるよ。ああローズ、でも無事でいてほしい。だから早く、いいさ、どこにクリスティン、ここはいいから早く行け。今こそ助ける時なんじゃないか。ヴィレッジのエンディングで実現してなかったこと。父さん大丈夫、私に任せて。その程度の力で、うん、この結局最終的にミランダ戦なんだね。左右に回避、L とバツ、効果。おお、なんだこれ、ドラゴンボール的な能力を手に入れた。はい、いいね。瞬間回避ができる。うん、いいっすね、いい感じっすね。あの小ネタなんですけど、エピローグでね、ローズが乗った車が走り去った後に、イーサンの人影が見えるんですよね、一瞬。それもなんか今後何かつながりがあるのかもしんないですね。飛んでくる砲弾を吸収する、そんなドクターゲロみたいな技もできるの。行きましょうか。はい、うわ、ドクターゲロで L とバツで銀魂を放つ。どう？おお、これいい武器持ってんね。あ、これ今こうか。持っているはずが。うん、リロードして、なんかあのエブリンとの共闘的な展開もあるのかなと思ったんだけど、そういうわけではないね。はい、行きます。ドクターゲロやって、で、はい、貧困フラッシュ外れか。まあ、今のもっと上手に当てた方がいいんですね。オッケーオッケー。私はこの貧困の世界の中でエヴァの復活だけを願った。エブリンじゃダメっすかね。だが何かわいいと思うんだけど。作ったところでエヴァに足りないものはなかった。だからお前でなければならないのだ。お前だけがエヴァを受け止め復活させられる。普通に撃った方がいいのか。幾年かかろうとも、なるほど。私はこの対岸を必ず成し遂げる、うん、了解、頑張れ。すぐに終わらせてやる。お、来るか。来た、来ました。はい、どこだ。はい、で蔵をした上でここで撃ちまくる。もう一発、はい、もう一発、まだまだいきます。なんだこれはと言われたら、まあショットガンですね。まだわからないのか。お前の望む幸せは手に入らないのか。勝手に決めないで。私の幸せは私が決める。でよく見るとこのマップはインさんが死にかけてエブリンと対面したマップに似ていますね。いい、私を殺せば唯一の理解者を殺すことになるぞ。唯一の理解者か、よう言うわ。あ、また暗くなったね。お前に勝ち目がない。あ、元気玉ですね。これはいい元気玉。我が積年の思い受け、回復しましょう。うん、これは元気玉っすね。こっちだ。父さん、この力で奴を、ミランダの渾身の一撃を止める。この
このカメハメハ的な能力で動きを止めて、あとはとどめを刺す。こうか。エヴァの器としてこれ以上の素材は他にないというのに。ああ、私は器なんかじゃない。誰かのコピーでも身代わりでもないわ。私は私を。そんなエヴァ。いや、ローズ。大丈夫。大きくなったな。生きてそばにいなくてもいつも見守ってきた。すまない、守れなくて。守ってくれてたよ、今までずっと。いや、チャンスを逃してしまったな。本当にすまない。違う、決めたのは私。一つも後悔してない。あの時帰ったら父さんと話せなかった。こんな風に顔見て。だからいいの。私は大丈夫。自慢の娘だ。誰よりも頑張ってる。愛してるよ、ローズ。私も愛してる、父さん。戻ってきた。戻ったのね。ああ、この指は、父さん、エピローグで知ってたよね、ローズが。そういうことか。そしてこうなるのか。ここに繋がるのか。男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ、だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら？ああ、なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。ねえ、そうね。お月様はシャチとは違うんじゃないかしら。わかんないよ。父さん、誕生日おめでとう。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって、わかるよね。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。ああ、見つけた。例の場所だ。
こんな日に限って君の出番だ。頼むぞエブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろう、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ、問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。そう、この奥にイーさんがね、一瞬映るんですよね。今ね、これがイーさんなんですよね。クリアしました。お疲れ様です。いやー、やってよかった。これはね、ほんと素晴らしい DLC でしたね。セブンのラスボスのエブリンとの戦闘で、エイトのラスボスのミランダとの戦闘、まあ、まさにこうイーさんが辿ってきた足跡をローズが振り返るというような内容になっていて、グッとくるものがありましたね。大変楽しむことができました。やってよかったです。うん、まあ、なんかいろいろ手に入れました。愛されたかった少女。ではまた別のゲームの世界の旅にてお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。ではバイビー。